石川霞2月23日台は、日本の女子卓球選手。愛称は霞。山口県山口市出身。身長157センチメートル。体重49キログラム。血液型大型。左利き。両面裏ソフトドライブ主戦型。ITTF 世界ランキング最高位は3位。団球位は9段。全能所属。ロンドン五輪。 リオデジャネイロゴリン日本代表。1993年2月23日、山口県山口市に生まれる。両親は共に元卓球選手で、福岡大学卓球部の同期。卒業後、父は日卓クラブ。母は福岡日産自動車で結婚まで選手として活動していたが、父の転勤で山口県に移住。父は同地のクラブに移籍。 母も出産後活動を再開し、国体の山口県代表となった。山口市立日向川小学校の1年の時に、近所で行われていた白石卓球クラブの練習に連れて行かれたのが、きっかけに遊び半分で卓球を始め、7歳の誕生日に両親からユニフォームをプレゼントされ、本格的に卓球を始めた。元国体選手の母、組の指導を受け、 練習3ヶ月で全日本選手権、バンビノブ山口県予選を2位通過し、本戦でもベスト64に入った。才能を確信した両親は山口市の自宅に卓球場を作った。母が指導する山口ジュニアクラブで腕を磨き、土日は毎週のように各地で開かれる大会に参加し、大人相手に実践経験を積んだ。 小学校6年で出場した2005年1月の全日本卓球選手権女子シングルスでは高校生と大学生を破り3回戦に進出し愛ちゃん2世として話題になった2005年4月大阪の四天王寺は永久中学校に進学また福原愛がかつて在籍したミキハウス JSC 卓球部に所属しチームメイトと両生活をするようになる 2006年の全日本選手権では5回戦まで進出。同年春に日本代表候補入りを果たした。視力が0.1のためメガネを愛用してきたが2006年からコンタクトレンズに変えた。中学2年で出場した2007年1月の全日本卓球選手権大会では6回戦で高校生の石垣優香を4から0で破り。 福原愛以来となる中学生でのベスト8進出。13歳11ヶ月での8強入りは、福原の13歳1ヶ月に次ぐ、史上2位の年賞記録だった。さらに準々決勝で、社会人の日浦玲子を4から3で破り、史上最年少でのベスト4入りを果たした。また、全日本選手権、ベスト4により招待された、ジャパントップ12卓球大会では、 予選リーグ初戦で全日本選手権ジュニアの部決勝で勝利した4、天王寺高校の藤井優子に敗れたものの、2戦目で16、銀行の田瀬美系にストレート勝ちし、ゲームポイント計算で決勝トーナメントに進んだ。準決勝の対戦相手は同門の先輩であり、2007年の全日本選手権、優勝者の平野紗也かで先に2ゲームを選手するものの、 その後4ゲーム練習され逆転負けとなり、ベスト4となった。2007年2月26日、同年5月からの世界選手権代表のダブルスに、史上最年少で抜擢された。2008年1月、全日本選手権シングルスで2年連続ベスト4入り。同年2月の世界選手権団体メンバーにも、選ばれた。同年4月、4天王寺高校に進学。 一年生の時の全国高校総体卓球シングルスでは決勝で同じ高校の先輩の藤井友好4から0で破り一年生チャンピオンとなった。一年生のインターハイ優勝は女子では57年ぶりである。2008から9年の高校一年在籍中の一年間でインターハイ、国体、選抜、全日本ジュニアと高校生レベルの国内4大会を 高校1年生にして完全制覇という大偉業を達成した。2011年1月、全日本選手権シングルスで初優勝した。2015年1月の全日本卓球選手権で女子シングルス、ダブルス、混合ダブルスの三冠達成は1960年の山泉和子以来54年ぶり二人目である。2009年、世界ランキング99位で出場した。 世界卓球選手権横浜大会では、2回戦で、世界ランキング10位の上宮美田にゲームカウント0から3、第4ゲームも3から9とレッスの中から大逆転勝ちした。その後も3回戦で、福岡春菜、4回戦で、湯門湯にも勝ちベスト8入りした。準々決勝では、世界ランク1位の超ネと対戦し、1から4とゲームを取る前線をした。なお、 日本人女子選手が世界選手権でベスト8入りしたのは2003年パリ大会の福原愛以来である。同年の全国高校総体ではシングルス全試合で1ゲームも落とすことなく優勝し連覇を果たした。2010年1月全日本選手権ジュニア女子の部で優勝し史上初の4連覇を達成。松平健太とのペアで優勝した混合ダブルスと合わせて 二冠を果たした。五月の世界選手権で四勝を挙げ、日本女子の五大会連続同メダルに貢献。メダルをかけた、準々決勝の韓国戦は三番手として出場し、世界ランク16位の登場、ゲームカウント0から2から3ゲームを奪って、大逆転した。七月の ITTF プロツアー、モロッコオープンではでシングルス初優勝。八月の全国高等学校総体では、 女子シングルスを制し、女子で史上初の3連覇を成し遂げた。同年12月の第8回世界ジュニア卓球選手権の女子団体では、中国の8連覇を阻止し初優勝したシングルスダブルスでも準優勝し活躍。ジュニア大会ではあるが、 世界タイトルイベントでの日本女子団体種目優勝は1971年世界卓球選手権女子団体優勝以来39年ぶり2011年1月22日17歳10ヶ月にして全日本卓球選手権大会女子シングルスで初優勝高校生での全日本女王は1988年の佐藤理海来4人目 第51回世界卓球選手権個人戦終了後の5月16日付世界ランキングでロンドンオリンピックのシングルス出場が決定2012年6月には世界ランキング5位に浮上した2011ワールドツアーグランドファイナルの石川霞ロンドンオリンピックのシングルスでは第4シードとして3回戦から登場しカンビンリを4から2で下すと4回戦は チェンリーを4から1で、準々決勝は、大越コシ,シを4の1で破って、オリンピックのシングルスで、日本勢男女通じて、初めての準決勝進出を達成。メダルをかけた、準決勝は、第2シードのリア・アキラガスミに1から4で、3位、決定戦は、氷高史前前に0から4で破れて、獲得はならなかったが、日本勢史上最高の4位入賞。続く、 福原愛、平野紗也香と共に出場した団体では準決勝でシンガポールを破り、決勝で中国に敗れたものの2位となり、卓球開発のオリンピックメダルとなる銀メダルを獲得した。帰国後の8月17日には、生まれ故郷、山口県山口市で石川霞本人による人力車によるパレードが行われた。 山口市の渡辺澄忠市長は、世界を舞台に活躍した石川選手は社会に明るい、希望と活力を与えたと称え、市民栄誉賞の第1号を送った。2016年の世界選手権2013年度から2015年度の全日本卓球選手権女子シングルスを3連覇。2015年1月に世界ランキングで自己最高の4位に浮上した。 同年9月発表の世界ランキングで日本人最高の5位となり2016年リオデジャネイロオリンピック女子シングルス及び団体戦代表に選出された。シングルスでは第4シードとして3回戦から登場。キム・ソニーとの初戦最終セットに右ふくらはぎの痙攣を起こすもその後4ポイント練習するなど粘りを見せたがフルセットの末破れ初戦敗退となった。 試合後のコメントでは、そんなにプレーにも影響しなかったので大丈夫と、レンは直接的な敗因ではないことを説明している。団体戦では全試合シングルスのみに出場し、1回戦から3位、決定戦まで全勝し、エースとして日本代表を牽引する活躍を見せ、2大会連続でメダルを獲得した。2016年度の 全日本卓球選手権シングルスは決勝まで勝ち進んだが、平野美宇に敗れ4連覇を逃した。2017年2月に世界ランキングで自己最高の3位に浮上した。2017年より中国スーパーリーグに参戦予定であったが、リーグ開幕直前に外国人選手の出場ができない方針となった。同年の全日本卓球選手権シングルスは、 準決勝で伊藤美馬に敗れ、2011年から続く連続決勝進出記録が7で止まった。2018年5月の世界卓球選手権では、キム・ソン・イと最終セットまで首都を繰り広げたが、3から2で勝利し、銀メダル獲得。2018年10月に国内で始まった T リーグで神奈川県のチーム、木下アびえる神奈川に所属。 2019年の第55回世界卓球選手権個人戦では、吉村サネーハルとの混合ダブルスで銀メダルを獲得し、3大会連続のメダルとなった。その後、平野と東京五輪シングルス代表選考基準をめぐり、世界ランキングを争った。最終戦となった。 ワールドツアーグランドファイナルで共に1回戦敗退となり2020年1月の世界ランキングで日本人2位以内が確実となったことから東京五輪シングルス代表選考基準を満たした2020年1月6日に東京五輪シングルス団体の代表に内定したことが発表された2021年2020年度全日本卓球選手権女子シングルスで 伊藤美誠と決勝で対戦、ゲームカウント1から3の劣勢から3ゲームを練習して2015年度大会以来5度目の優勝を果たした。左聖火ハンドオールラウンド型。ラバーは裏裏でフォアハンド、サーブを得意とする。バックハンドはこれまで課題だったが、2007年1月の全日本ではバックでもかなり実力が上がっていることを証明した。予測能力も高く、 状況に柔軟に対応できる。デビュー時に、アイちゃん二世とマスコミで取り沙汰されたが、そのプレイスタイルは異なる。尊敬する選手は、オークスの木。目標とする選手は、格役で、どちらも左利きの中国人。近藤金次は、北京オリンピック前には、オリンピック代表候補の選考に入る一人と、語っていた。また、西村拓二は、 福原と同じく日本の宝とその才能を称賛している。芸能人では伊藤秀明、高田久美、松本潤のファン。特に伊藤については海猿の内輪をロンドン五輪の際に持って行ったほど。また、高田とはかつては一ファンとしてライブを見に行っていたが、現在は友達付き合いする中で2014年2月に発売された高田のアルバム。 ボン・ボエッチには、石川への応援曲、有能が収録された。松本はドラマ、花より団子を見て、ファンになり、憧れの好きな男性芸能人としてあげるほど、5学年下の妹の石川理良も左利きの、卓球選手である。岩谷直司、竹下登、岩谷時子は、登園の親戚。また、元岩手大学農学部学長、石川武雄は王子にあたる。 最高成績混合ダブルス ITTF 公式戦における主要選手とのシングルス対戦成績。太地は最高世界ランク1位の選手2020年3月、現在、ありがとうございます。